ああ、どうも。ああ、どうもどうも。どうもどうもどうも。ねえ、4月もいい感じで。ねえ、小太郎くん。ああ、ごめんなさい。ヘッドホンが外しちゃった。今日朝から咳込んでるし。そうですね。いや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 。いや、この花粉のシーズン大変だよね。いや、俺平気なんだけど、今年ダメだね。いや、今年ね、半端ない。俺はもう ずっと毎年ダメだから、でも今年は特にひどくて。うん。で、まあその影響なのか、歯茎まで腫れちゃってさ。歯茎？うん。関係あるの？なんかね、あるんだって。結局花粉症にやられると、免疫力も下がるじゃない、体力も。うん。だからそういう親知らずがうずいたり、はあはあはあ、体が弱るから、その、今まではこう頑張ってたところが、うん。頑張れなくなるらしいんだよ。それで、ちょうどさ、ね、カルテ見てもらったら、去年の全く同じシーズンにまた同じところが腫れてんの、歯茎。はあ、だからやっぱりこのシーズンがダメってことよね。ダメだね。うん。いや本当にね、ぴったり同じような日にちだったよ。あ、そう。うん、腫れた日が。年だからね。そう、だからやっぱり3月は気をつけないと、3月、4月はなぁ。でっかいコンサート入れちゃダメなんだよ、本当は。なるほどね。うん。で、何度も言ってんのに、3月に武道館2回入れられたからね。まあね。もうヒヤヒヤな、俺はもうほんと、地雷いつ踏むんじゃないかと思ってさ。3月ね。うん。で、前回のさ、ヤオンの時、ほんと喉やっちゃったじゃん。うん、前回ってずいぶん前の話になっちゃうけど。うん。1回目の武道館をやる、ほぼ1年ぐらい前にさ。うん。そこで華々しくヤオンの最後に、武道館1年後やるぜって言ってるライブが声出ないっていうさ。まあ、8年ぶりっすね。ねえ、そういうことがあるから余計トラウマになってんだよね。このシーズンヤオンって言うと。いやー結構もう外だからね。うん。私もかなりちょっと警戒してますよ、花粉は。いや、そうだよね。うん。花粉もあれば雨もあるみたいなさ。まあ雨はなんとか逃げ切れると思うんだけどね。うん。しかも野外ってなんか風も影響さ、受けるしさ。そうね。うん、案外、ヒヤヒヤ、ね。あれいっぱいあるよね。この間、俺野音に打ち合わせ行ったんだけど、うん。その時、どっしゃぶりだったんだよね。で、あ、ほんと？ステージで、どんぐらいまで平気かなと思ったけど、まあ、ドラムは大丈夫だね。奥だからね。やっぱ前3人はちょっとやっぱりどうしてもちょっと風が吹くとアウトだね。20周年の時にさ、うん。ローリーが前説やってくれてさ、はいはいはい。終わった瞬間に雨降り出したじゃん。いや、ローリーの時も降ってたんじゃん、もう。あ、ローリーの時は降ってたのか。じゃ始まる時降ってきちゃって、うん。で、急遽フロントのさ、はいはい、はい、あのモニタースピーカーの上にさビニールかけられたじゃん。うん。あれで聞こえ方がガラッと変わるんですよ。そうですね。しかもあれ孝太郎君の方のさ、うん、モニターかなんかがさ漏電かなんかしちゃってさ、うん、全然出てなかったでね。一切出てなかったんですよ。そういうこと起こるからさ雨降るとあそこ。うん、だあれ俺がこれモニター出てないんですけどつったらさ、うん、いきなり中退になるじゃない。まああそこからチェックになるから15分。ちょっと伸びたりするよね。だそう思ったから、まあ、もういいやと思って。なるほど。自分の歌う曲だけちょっとゾッとしたけどね。うん。まあでもそういうのがあるからね。まあしょうがない。しょうがないね。うん。まあとりあえず無事に終えたいです。まあ大丈夫でしょ。うん。リーダー小太郎さん、スタッフさん、いつも楽しく聴かせていただいております。ありがとうございます。どうも。仙台イースター妻と参加させていただきました。はい。意図せず中央おっさんメガネゾーンに行ったヒゲメガネです。私は埼玉の川口で生まれ育ち、はい、高校時代は上履きのまま授業を抜け出し、戸田のイオンで遊ぶ不毛の極み、半端なバンドもやったりしながら、そのままおっさんになり酒に負ける日々。はい。気まぐれで始めた SNS でこじんまりと会ったコレクターズのコミュで、はい。本庄市出身深谷住まいの妻と出会い、はい。初デートは熊谷。なるほど。その日のうちに付き合うことを決め、2ヶ月後には本庄で暮らし始め、はい。翌年コレクターズのおかげで遊び人だった私も結婚できました。なるほどね。東京に足を向けて出られません。うん。
現在は転勤で仙台在住。おお。妻と出会うまで池袋交差点の存在を知らなかった私は、うん、今日まで6年間毎週更新されるものはもちろんシーズン全てを聞きまくっており、うんうん、リーダーの土地感が自分にはまってて親近感が増し、もはや信者です。ああ、なるほどね。もちろん唐揚げとコーラも大好きです。はい。仙台イースターの高揚感のまま迷いなく高級寿司屋に入ってしまい、うん、ふわふわの状態のまま妻が開口1番、はい、私浮気しちゃった、うん、開口2番、リーダー今までで一番かっこよかった、うん、これは濃いね。妻の顔を見てみると目がハートに輝いておりました。はあ、小太郎さんはずっとかっこよくて当たり前だったけどリーダーは還暦超えの今がセクシー全開、スマートになってかっこいい。やはりそこまで言われると少し嫉妬するもんですね。なるほどね。俺の袋、今日のリーダーの髪型そのままだったけどね、と、信者にあるまじき発言。すいません。ここからが一番お二人に伝えたかった光景なんですが、うん、帰りの電車内、地方電車によくあるボックス席に座りました。はいはい。私たちの前にはお嬢さんとお母さんの親子。うんうん。お母さんの方が疲れてしまっているのか目をつぶっており、お嬢さんも眠そうと、うん。はい。妻が小声で私に耳打ち。うん。前の子の T シャツ。うん、よく見るとニックニックニック。お親子二人で来てたんだと胸にぐっと迫るものが。なるほど。世代を超え、この親子はこれ二つに魅了され、楽しいひとときを会場にいたモッツ連中と分かち合っていたのだと思うと、目頭が熱くなりました。なるほどね。ライブ中にもリーダーが小さい男の子を指差し見つけて、うん、踊ってくれて最高だと言ってました、うん。私たちを結婚という新たな家族へ導いてくれたこと、うん、昭和、平成、令和をロックンロールするお二人に、最大限の尊敬と感謝をお伝えしていくメールさせていただきました。なるほど。コレクターズの素晴らしさを感じ取れない日本のエンタメセンスのなさに怒りをずっと持ったまま、野望になだれ込みたいと思います。なるほどね。いつか14歳のサマーブリーズ、真っ赤な株を追えが映像化されることを願ってますと。はい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 。はい。本庄ひげメガネさんですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。で、ツアー先でさ、うん。なんかぐるっと回ってきたけど。うん。特別美味しいものとか食べてきたの？何もここ10年同じものしか食ってないよ。ああ、まあそうなっちゃうよね。うん。冒険してない。確かにね。札幌は冒険したくないけど、うん、店が入れなくて、入った店がすごいまずかったね。ああ、そうなんだ。ラーメンね。で、冒険失敗。いや、冒険したくないけど、もう。行列でどこも。ああ、入れなくて。うん。で、仕方なく入ったらダメだった。もうアウト。そうか。うん。俺なんかほら、ライブ前にバナナしか食べれないみたいな状態だから。うん。板橋で買ってたバナナを各地で食べるっていう。おお。もうなんともさ、どうすんのっていうぐらい、板橋のものしか食べてないんですよ。いやー、でもそれがいいんじゃない？それはいいの？ああ、と思うよ。ほんと？いわゆるその旅先の名物みたいなものはもう、うん。ま、だいたいなんつうんだろうな。興味ないというとちょっと言い方変ですけど、うん。もうそういうところにいないじゃん、俺ら。まあ、いないんだけどさ。うん。でもほら、広島が初日だったじゃない？うん。広島に着いたら楽屋にさ、うん。まあ、あれは名物なの？おにぎりと唐揚げがついてるお弁当は。ああ、武蔵のね。うん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 。うん、あれがまあ用意してあってさ。はいはいはい。うん。で、それをさ、みんな食べてたりしたじゃん。うん、そうだね。まあ、広島は必ずあれだよね。うん。あれ、なんだろう、唐揚げの感じとおにぎりの感じって、ちょっとなんか関東じゃない感じだよね。そうだね。唐揚げのなんか、なんつったらいいのかな。あの感じはなんか、ちょっとフィーリングが違うんだよな。まあ、それは各家庭によりじゃない？ああ、そういうことか。別に広島だから、ねっとりしてるとかそういう話じゃないんだ。そういうことはないよ。うん、そっか。うん。じゃあもうあんまりないよね、そういうのがね。ないですね。全くないですね。うん。熊谷の楽屋弁当はね、高崎の名物のあの鶏肉の弁当だしね。いや、あれはでも初だったけどね。うん。あれがなんか熊谷の方にも出店してきてね。いや、前からあるんだよ、駅に。あ、前からあるんだ。うん。で、なんか、ほら、熊谷にうまいもんなしって、昔から言われてるじゃん。うん、そうね。うん。うまいもんはね、隣の群馬なんですよ、やっぱり。で、鶏飯の鶏平は深谷にもあるからね。
うん、でもほら、高崎から来てるわけでしょ、うん、南下してるわけでしょ、そうそうそう。輸入してるわけですよ。うん。やっぱり、布袋さんとかやっぱうまいもん食ってたんだね。まあ、どうなんでしょうね。地元の人が食うのか知らんけどね。いやなんか群馬の方がうまいもんある気がするもん。まあ、群馬の方がより北だからね。うん、より北なんだけど、なんかこう、独立してるからさ、こう、カルチャーが。いや、だから北に行くほどうまいもんあると思うよ、だから。そうでしょ？うん。やっぱ北の方がうまいもんあるよね。というイメージ。俺もね、そのイメージね、あるんだけどね。そうだね。うん、熊谷はな、まあ特に、まあいつも話してることだけど、ないもんね、あんまり。ないんだよ。本当にないんだよ。美味しいお店っていうかさ。うん。まああるんだろうけどね。まあ、あの、そうそうだつの、うん、泊まることもないしさ。いやー、でも本当、熊谷の人でこのポッドキャストを聞いてる人がいたら、うまいもん推薦してほしいわ。いや、だからあれなんじゃないの、その、いわゆる名物じゃなくていいんじゃないの、だから。もう名物じゃなくてもいいのよ。だからうまい店でもいいから、うん。紹介してくれないと、うちの袋なんか89歳でもうまいもん食べずに死ぬってことだよ、これ。なるほどね。うん。うまいもん食べたことないんだから。まあ、でも別にいいじゃん、高崎の食べれば。あ、まあね。近いんだし。でも一つぐらいさ。いいじゃん、あの、オリバーヌードル食べるわ。オリバーヌードルすごい行列だったよ。あ、そう。うん、まあ入んなかったけど。今、ああいうのすごいね、やっぱり。ああいうのってどういう？いわゆる二郎系？あ、そうなんだ。人気なの、うん、人気だよ、あの、豚山だってすごいもん。あ、ほんと？うん。そうか。そう。なるほどな。仙台にも豚山あったね。やっぱじゃあ、ブームっていうか流行りなの？まあ、流行りと言っても良いでしょうね。やっぱそういうのがあるんだね。いわゆるその、ラーメン好きとかそういうのが好きなものだったのが、まあ、広まったということですね。なるほどね。うん。そうか。私はもうとんでもないですけどね。食べれないですけどね。あんな量が。あ、量がね。うん。もう圧倒されちゃってもう、ダメですね。あの、80年代にさ、うん。よくラーメン、いろいろほら、マニアックに食べ歩いたじゃない。うん。まあ、土佐湖から始まって。はいはいはい。あれの時はさ、うん。もう、濃いとかさ、うん。いわゆるの、スープがね。うん。そういうのはさ、すごいなんかあったけど、量がめっちゃ多いとかってあんまりなかったよね。いや、だからそれの時はもうすでに、二郎ってのがあったんですよ。あ、それすでに俺たちは知らなかっただけで、二郎が。いやいや、知って、私は知ってたんですよ。知ってたんだ。知ってましたよ。あ、そうなの？三田にあったんですよ。あー、そうか。慶応のなんか学生が、ね。うん、そう。それでやっぱり、そういう特殊なあれでさ、だそっからまあ、うん、そこのまあ視点とかもでき、あの、ジャングルスクーターのとこにもあるけどさ。うん、あるある。うん。それを今度まあ真似したというとちょっと言い方悪いですけど、うん、まあインスパイアされたような店が続々できるわけですね。じゃあその二郎系っていうのはまあ、ある種、うん。こう、一ジャンル作ったわけだ。作ったね。なるほどね。うん。なんかこう、ロックで言ったらグラムロックみたいな感じだね。そうだね。うん。まさに。うん。もっとグラムよりももっと、間口があの、なんていうの、マニアが多いというか。もっとマニアが多いんだ。プログレだね。プログレなの？プログレだね。難しいね。じゃ考え込みながらこう食べなきゃいけないじゃん。いや、だからもう、なんていうんだろう、その、プログレしか聞かないみたいなさ。ああ、なるほど、なるほど。プログレマニアはね。うん、そう。うん。聞かないもんね、プログレしかね。どっかに4分の3が入んないと嫌だみたいな。そうそうそう、変拍子がね。うん。うん。じゃあもう、二郎系にハマったら二郎系なんだ。いや、まあ、すごいよね、神保町の二郎とかももう、すごいよね。そうか。プログレか。うん。わかりやすいね。で、これがまたね、俺は食べながら知らないんだけど、聞いた話によると、店ごとにやっぱり、ちょっとずつ違うらしいんだよね。ああ、まあ、それ、そうだろうね。うん、だからやっぱり、イエスもあれば、キングクリムゾンもあるみたいな。クリムゾンもあると。うん。まあ、そりゃ、バンドだってやってるやつが違うんだから違うだろう。作ってる方が違う。ほら、基本はほら、吉永とかもさ、まあ、違うけど、一応全部同じ状況とされてるから。ああ、そうか、そういうことか。うん。逆にこう、プログレの方がさ、うん、パンクとかよりも、なんか幅広いよね。そう。
よくわかんないっていうところが共通点で。うん。ね。テクニカルで。そうですね。うん。どうもね、私はプログレがダメでね。うん。いや、プログレはダメでいいと思うよ。あのね、キングクリムゾンはね、僕ブルースなんですよ、あれ。ブルースだし、ほら、プログレの、あの、領域にこう、カテゴライズされてるピンクフロイドなんてさ。うん。もう、完全にブルースバンドだ。あれもブルース、だから。うん、あれブルースバンド。しかもね、キングクリムゾンはね、特にね、あの、ファーストはね、うん。私にとってあれはおしゃれな音楽なんだよね。まあ、ちょっとジャズっぽいしね。ちょっとおしゃれなんですよ、あれ、すごく。だって、あの、一曲目のさ、うん、あの、もう今や放題は、ね、ラジオとかで言えないけど、うん、21世紀の精神異常者あるじゃない。はいはいはい。あれの途中の、たったたっ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 たあれ完全にいつだと思うけどさ、何度も言うけど、犯人を追ってる時の刑事の BGM だもんね。まあね。角曲がって、犯人逃げて消えちゃうみたいな。うん、信じて絶対使えるでしょ。そう、刑事君見たよ。それさ、うん、なんか最近さ、イカちゃんからメール来た。あ、そう。刑事君マジやばいっすよって。刑事君見たよ、俺。だからこれを聞いて刑事君見たんだって。うん。そんなにすごいの ?1 話2話見ましたよ。うん。あれなんだね、こう、恨みを晴らせる物語だけどね。あ、わかんない。親父かなんかは殺されるんだっけ？そうそう、親父は刑事で。そうだ。そう。んで、その親父の殺したやつを探るために、うん、あの、そうだ。桜井刑事は刑事になるんですよ。そうだ、そうだ。お父さんがね、うん。殺されてその犯人が分かんなくて。そう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 。いやー、そういうの多いよね、あの時代。うん。しかもあれだわね、刑事君、翔ちゃんが出てたよ。どういうこと？翔ちゃんいるでしょ？うん。あの、袋の。うん。彼が、だからあれ、当時4歳ぐらいなのかな？俺が7歳ぐらいだから、3歳とかか、うん。え、たまたま？いや、あのね、うん、エキストラで。あ、そういうところに入ってたの？いや、違う、あのね、翔、うん、ちゃんのね、お店のトンカツ屋なんだけどね、うんうん、のお客さんでね、笑い屋がいたんだよ。へー、あの、ギャーって笑う一人じゃん。その人に人が足りないと連れ出されたらしいんだよね。へー、レアだね。うん、で、あれね、見るとわかるんだけどね。うん。あの、刑事君の働いてるっていうか、いる警察が、うん。池袋って設定なんですよ。あ、そうなんだ。だから結構袋で撮ってんだよね。なるほど、なるほど。うん。それで借り出されて。というのもあるんだよね。いやー、間近にいるね。あのサンシャインの方がね、うん、に警察があるんだよ。あー、そういう設定なのね。そうなんだ。すごいね。そうなんだ、刑事君。そういえば昔、コータル君さ、一口坂スタジオで、レコーディングしてるときさ、アシスタントエンジニアのさ、子がさ、鳩屋ホテルのコマーシャルで、魚抱いてる男って話だったよね。あ、いたね。僕、鳩屋ホテルで魚抱いてたんですって、一応みんなに言っててさ、いたね。お前なのってなってね、うん。立派になっちゃってんで、ちょうど俺がさ、その時にさ、髭生やしてたじゃん。ああ、そうね。で、胸清さんが口癖でかっこいいって言ってた冗談みたいな。あ、はいはいはい。で、ちょうどレコーディングがさ、うん、年末挟んでさ、年明けからさ、うん、レコーディングって感じのレコーディングしてたじゃん。うん、はいはい。したら年明けたらそいつ髭生やしてきたんだよね。そう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 。面白いやつだって、あいつ。あいつね。うん。で、鳩屋ホテルってあだ名になったもんね、それから。そう。あいつエンジニアになれたのかな。いや、ほんとだよね。心配だよね。うん。立派にやってればいいんだけどさ。刑事君見た方がいいよ。YouTube で見れるんでしょ？見れますね、2話まで。ねえ。うん。あ、そういう設定なんだ。そうなんですよ。あのね、桜井健一のお母さんのパーマ屋があるんだけどさ。はいはい。その横にね、ラーメン屋があってうまそうなんだよね、なんかね、みたいな感じが。あれ、あの、パーマ屋の息子っていう設定なんだっけ？そう。そうだよね。で、走ってきて。そうそうそう。あれだよね。そのお母さんに報告するんだよね。そう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 。そう、あ、覚えてる。あれね、やっぱね、あの、走ってる街並みがさ、うん。まあ、今の若い人は、やっぱ昔に見えるだろうな、あれは。まあ、まあ、そうだろうね。俺とかもう、あれで生きてきたからさ、で、孝太郎君、あれ知ってる？あの、アニメだけどさ。うん。タツノコプロの。うん。くれない三四郎。あ、くれない三四郎知ってるね。うん、空手の。うん。あれもさ、
なんかお父さんか誰かがさ、うん、試合中に反則かなんかで殺されるかなんかなんだよ。うん、おで、それをの仇を取るために、うん、もう道場破りしてくんだよね。はははは。それのヒントがあって、だからその相手が、うん、こう片方目がなんかない男だったんだから、なんかそういうなんかこういう、うん、なんか証拠みたいなのがあってさ、うん、で、そこのそういうとこ行くんだけど、うん、一人一人倒していくんだけど、うん、なかなかたどり着けないっていうさ。なるほど、なるほど。うん、だそういうなんか、敵討ちシリーズ、なんか、やっぱ昭和だね。あ、結構あったね、敵、うん。ね。うん。ありましたよ、昔は。ケイジ君もそうだ、お父さんがそうだった、思い出した。そう、だって、もう太陽に惚れたってね、うん、後に結局マカロニ殺した犯人に過ごしたらそうだからね。あ、そうだっけ、うん。マカロニをね。そう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 。で、それは見つかるの？見つかんなかったんじゃない確か。あ、見つかんないんだ。俺が見てるじゃん見つかんなかった気がするな。あ、そう。うん。で、マカロニさん殺されて、ジーパン刑事も殺されるじゃん。殺される。どんどん殺されるけど、それ犯人は捕まってんの？忘れちゃったなぁ。あれ、ジーパンも殺されて、まあ、みんな死ぬことになっちゃったもんね、あれね。そうだ、結局死ぬことになっちゃったね、最後なんか、それは。もう。ね。そうそう。もう、証券はあれもやめたっつって、死ぬことになったんだよね。あ、そうなんだ。そう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 。へぇー。自らやっぱやめたいって。もうやだっつって。あ、本当？うん。知らなかったよ。そう。そしたらね、あれが受けちゃってね。受けちゃって受けちゃった。みんな殉職したみたいなさ。いや、でも、そういった意味じゃさ、うん。証券ってなんか結構そういう、なんかドラマの方じゃ、あれだね、カリスマだね。そうだね。だって、傷明けの天使だって、あのにも、後にも先にもなかったじゃん。ないね。しかもあのキャラでさ、うん。みんな憧れるじゃん。憧れたね。うん、あれは、スケアクローなんだよね、きっとね。え？スケアクロー。ああ、なに、それ、どういう、あれなの？俺、映画あったじゃないか。アルパチーノだっけ？アルパチーノ。あ、スケアクローね。うん。ああ、なるほど。うん。ちょっとマフィアっぽい感じのやつだ。ちょっとまあ、殺し屋っぽいっていうか。まあ、殺し屋っぽいっていうか、なんかあれじゃなかった？なんか。スケアクローね、あったね。俺ももうちょっと細かく忘れちゃったけど。いや、そうなんだ。俺ね、狼たちの午後とかとね、重なっちゃうんだよね。あれは違う違う。銀河ごとでしょあれ。うん、だからさ、そういうスケアクローとか。スケアクローって最後バスの中で死んじゃうやつだっけ？いや、それはあれだよ。真夜中のカーボーイじゃない？それは真夜中のカーボーイじゃん。あ、そうだ、真夜中のカーボーイじゃん。うん、それダスティ・ホーフマン。忘れちゃったら、あ、そうそう、ダスティ・ホーフマンだ、あれは。うん。あれダスティ・ホーフマン。ああ。まあ、ちっちゃいって見たら変わんないけどね。うん。忘れちゃったな。ああ、ジーン・ハックマンと、あ、ジーン・ハックマンか。と、アルパチーノが旅をする、ね、アルパチーノ。そう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 。ジーン・ハックマンね、フレンチコネクション。そう、ね、フレンチコネクション。フレンチコネクションね。いいっすね、ね、フレンチコネクション。いや、そういうのってのはやっぱ多かったよね。いや、でもなんか俺はこれはスケアクローなんだなと思ったんだよね。あ、そうなんだ。うん、後にね、後にスケアクロー見て、なるほどと思ったんだ、確か。なるほど。まあでもそういう元になってるのはあんだろうね。いや、あるっしょ。うん、コレクターズツアーはですね、はい、もう最終の日比谷野音を残すのみとなりました。野音ですね。はい。去年のクワトロマンスリー全公演を収録したブルーレイ4枚組ボックスも野音の日に発売ですと。そうです。コロンビアミュージックショップ限定販売ですが、はい。当日はですね、オリジナルハンドメイドベア、バディベアも、はい、会場販売のみ限定数、つくと。つきます。はい。私がですね、ちょっとディスクガイドを出しました、Heroes in My Life。うん。これは、絶賛発売中ということですので、お願いします。すごいもんね。楽屋でもうサイン入れる姿がね。そうなんです。これは、ね、新宿のタワーレコードまで行って、うん。どせ盛りの中サイン入れてきましたよ。うわー、大変だ。アルバキに4月28日に出ます。はい。そして5月15日にアルバムも出しまして、還暦ツアーに出ますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。還暦ツアーっていうとちょっと本当になんとも来るものがあるね。そうだね。還暦っていうのがでも日本独自のもんでしょ？独自なん。ねえ。うん、やっぱ60歳で祝うっていうのはやっぱ日本独自みたい。ですなぁ。うん。じゃあ海外の人はそれは気にしないのかね。気にしないみたいね。まあ、ないみたいよ、それが。
多分ね、ロシアのね、うん、男性の平均寿命は60ないと思うよ。嘘でしょ？ほんと。そうなの？昔はほんと短かったよ。45歳とか。はぁ。あの、日本でもね、それは言ったらね。うん、そうだけど、多分ウォッカとか飲んだけど、寒いところだからと思うんだけど、心疾患とかそんな多くて。へぇ、うん、多分さ、あれなんじゃない？日本の60って今思うに、うん。干支が12だよ。はいはいはい。この12がさ、5回、回ると、ちょっと60になるよね、はいはいはい。で、それであれなんじゃないの？それが、もうそこで人生終わりっていうふうに決められてたんじゃないの？なるほど。うん。その時代だと、60行ったら立派って感じだったんでしょ、うん、きっと。うん、多分、平均寿命もあって。まあ、ね、まあ、でしょうね。だからそれで、切りよく60になってんじゃないの？それがほら、55とかじゃなくて、干支のあれで、うん。はいはいはい。はぁ、あ。はい。ですね、私のアルバムなんですけど、はい。CD はコロンビアのショップのみなんですけど、なるほど。アナログはまあ流通するという話ですね。ああ、じゃあ他でも買えると。はい。ああ、いいですね。CD は逆な気もしますが。まあ時代が逆転したんですよ。まあそこはまあよろしいでしょう、まあまあ。はい。よろしくお願いします。このポッドキャストはスタジオ MOG 音楽誌ドーナツから配信しています。はい。写真館もあります。あります。YouTube ではすべて聞けます。聞きます。P メールは、bukuro24@gmail.com。はい。P メールを紹介した方にバストロイヤーステッカーを送ってますので、ご希望の方は必ず郵便番号、住所、お名前を書いてください。お願いします。それではまた来週、Do the download。Do the download。池袋コサで24時